また、レバノン北海道と、2020-21 シーズンですかね、の契約を、更新できたことをとても嬉しく思います。まあ、自分が最年長ですかね、になると思うので、まあ、いろんな部分で、まあプレイヤーとしてはもちろんですけども、チームの精神的柱としても、いろんな意味でチームを引っ張って、そして、森本さんが、もうレバノン北海道、自分がいなくても大丈夫だなと見てて思えるぐらいのチーム、そして森本さんが悔しがるぐらいのチームを作っていきたいなと思います。自分のパフォーマンスを上げるために、まあ、今こういうふうにリーグが再開できないという期間をプラスに捉えて、まあ、慢性的に弱っている足首だったりとか、またそれによってしっかりできなかったジャンプ系のトレーニングだったりとか、スプリント系、アジリティ系のトレーニングをやって、まずはしっかりと動ける体を作るということですね。まあ、みんなが同じページで、練習の時も同じ意識の同じ強度で頑張り続けられるチームを作らなければいけないと思うので、そこに対して、まあ、みんなを一緒に引っ張っていくっていう仕事ですね。やっていない選手がそこにいたらそこを引き上げて、そしてまあ自分がベテランですけど、一番に見本となって、体を張ってプレーして、あとは賢く、コーチの言ったことをコートで表現できるように、僕が個人としてもチームとしてもやっていけるようなチームを作っていくっていうところは、これだけはやりたい、やっていきたいというところですかね。キャプテンももちろん決まってないですね。まだヘッドコーチが来ていないので、決まってないんですけども、立候補はしません。まあ、どういう形で決まるかはわかんないですけども、やりたい、やりたいっていう感じのものではないので、なので、まあ、立候補はしないです。はい。ただ、まあ、年齢も年齢なので、候補には入ると思うので、そこは、チームで決めて、もしそういうふうになったら、頑張りたいと思います。はい。はい。